おい、まだ名乗ってなかったな。俺は尾藤達也、こいつは弟の秀幸だ。なるほど。何、まさか。二人は春道が入院している病院へ向かう。リンダマンの話が本当なのか、それを確かめる約束をするため。怪我が治るまであとどのくらいかかるんだ。二人ともあと一週間くらいだけど。そうか、じゃあ10日後だ。宝泉対スズランなんてのはもうしまいだ。その代わり10日後、俺とお前で蹴りつけようじゃねえか。何？あんたは俺とだ。このガキは。俺とお前の勝負だ。受けてもらえるか。ああ、受けたる。もちろん俺もだ。じゃあ、10日後の午後3時、場所は例の河原だ。待ってるぜ。そして10日後。悪いな。勝負はついたな。次はてめえが相手するか。こら、マコト、次は俺の番だろうが。おめえは下がってろ。ああ、そういやヒロミたちから聞いたんだがよ、てめえ死んだ兄貴を超えるためとかどうとかほざいたんだってな。結局お前らどうしようもねえくれ暇なんだろ。だったら初めからそう言ってこいよ。退屈でしょうがねえから遊んでくれってよ。それをわざわざ死んだ人まで引っ張り出しやがって、もっともらしい理由つけて関係ねえやつまで巻き添えにしやがって。てめえに何がわかるってんだ。兄貴が死んでからの俺たちは。うるせえ、黙ってろ。そんなこといちいち言われなくてもてめえらの面見てりゃわかるんだよ。てめえらの目はなくしちまったものをいつまでも忘れられねえでその場にしゃがみ込んじまって、前向いて歩くことも忘れちまった、そんな目してるぜ。気がついたら周りには誰もいねえ。あるのは退屈だけで、その退屈をまたなくしちまったもののせいにしてる、そんなとこだろうが。てめえ、そんないじけちまった野郎には言ってもわかんねえからな。いっぺん死んでこい、クソバカだれが。
まだだ。まだだぞ、畜生。兄貴か、兄貴。兄貴、兄貴の言った通りだぜ。スズランにはすごい男がいるぜ。完璧に俺の負けだよな。それとよ、さっきあいつが言ったことは全部図星なんだ。確かに俺とヒデは兄貴が死んじまってから止まっちまったんだ。周りはどんどん兄貴のことを忘れていくのに、俺たちは。気がついたら俺ら二人の周りには誰もいなくなってたんだ。それもこれも全部兄貴が、なんて考えちまったりしてよ。ああ、情けねえよ。まったく情けねえよな。もし兄貴が生きてたら本当にぶん殴られるだろうな。だがもう心配ねえぜ。もう大丈夫だ。いろんなもんがいっぺんに吹っ切れた気分なんだ。兄貴のことは俺もヒデも心の中に大切にしまっとくよ。もう心配かけたりしねえよ、兄貴。坊や春道とリンダマンの対マンが行われた。その壮絶な戦いを見届けた達也は、宝泉軍団を秀幸に任せて気ままな日々を送るようになる。